裏寺町通り裏寺町通りは、京都市の南北の通りの一つ。六角通の北から市場通りまでの比較的短い通りである。豊臣秀吉の京都改造によって、寺町通などと共に作られた通りである。市場道場近隣寺などの寺町通沿いの寺院の境内が、縁日の物体として利用されるようになり、裏寺町通りにも、 見世物小屋や芝居小屋が見られるようになった。明治の中頃には西隣に新しくできた新京国通りが繁華街となった。かつてはその名の通りに繁華街である新京国通りの裏道的な通りであり、ショッピングなどに利用されることは稀であった。その転機となったのは河原町ビブレの開店と映画館の京国東方の改築である。これらの施設によって、 新京国通り、たこや串通りからの人の流れができた。しかし、それも映画人口の減少とマイカルの経営破綻によって一時期低迷する。それが再び活性化されたのは河原町大場の開店である。もちろん、正面玄関は河原町通り側に設けられたが、裏寺町通り側にも出入り口が設けられ、裏寺町通りの人の流れの南の起点となった。 六角通から市場通りまでが、路上喫煙等禁止区域である。阪急線京都河原町駅、京阪線リオン市場駅、地下鉄東西線京都市役所前駅。ありがとうございます。